はい、ミシンチャンネルのミシンです。はい、やっていきましょう。アイキス、姉妹ルートやっていきましょう。はい、まあちょっとね、収録の方が数日というか、まあ週単位で3週間くらい空きました。で、まあその間ね、単純に忙しかったのもあるんですが、まあね、悩ましすぎてなかなかこちらの手が伸びないというか進まないというかね。で、あれですね、まあ、前回も見ていただいている方はわかると思うんですが、ちょっと、選択肢よりも少しほんの少しだけ前からもう一回やっていこうかなと思います。まあね、あの選択肢のね、その直前の空気感をね、やっぱりなしでね、いきなりもう一回そこからやるっていうのはね、ちょっとね、個人的にもやっぱね、踏ん切りがつかない部分があるので、まあやっぱりこうね、ひなさんと、ちゃんと話しつつ、選択していけたらなと思っております。まああれですね、おそらく動画が上がっている時には、どちらのルートというふうに、ね、書いているとは思うのですが、まあそこはまあ目をつぶっていただければまあそうはいかんけど、まあそういうことです。コメント、ね、タイトルのところで気づいていると思いますが、私はそちらを選ぼうとこれから思っております。では早速前回の続きというか、頑張っていきましょう。はい、じゃあ行きますよ。ただいま。こっちはひなの部屋じゃないだろ。まあまあ、部屋の修繕終わったんでしょ。お片付けの手伝いはいりませんか。それが午前中にクリーニング入れてくれたから綺麗なんだ。ああ、そうなんだ。心なしかしょんぼりしているひな、そのまま返すのは罰が悪い。何も変わってないけど入るか。それじゃお邪魔します。本当に何も変わってないし、ひなも慣れた様子で部屋に上がってくる。そういえばあやは実は今日もお姉のふりをして襲いに来ました。今日は本物のひなだって分かってるからな。だよね。あやは先生に呼ばれてちょっとかかるって。なんかコンクールの推薦が来てるとかどうとか。さすがにそんなところにまでひながついていくわけにもいかないからか、先に帰ってきたのか。やっぱ特待生というか、あやはすごいよな。だよね。ほとんど同じ血が流れてるはずなのに、なんでこういうとこで差がついちゃうかな。クッションを抱えてうなるひなだけど、口調とは裏腹に内心では落ち着かないのを俺は仲間として知っていた。同じ悩みを持つ身としては死ぬほどわかるから、俺にはそういうのを隠さないでいいからな。ひなはそういうの黙って抱えて、あやに余計に心配かけるんだから、言えるとこで吐き出しとけ。何それ、そんなの蓮くんだって同じなのに。最近その辺は菅野先輩に聞いてもらってだいぶ楽になってる。俺の調子が悪そうだと言いくるめられて、相談に乗ってもらったというか、させられたというか。けれどもひなに言うわけにもいかなかった。そういう部分を聞いてもらって、そのあやに届かない気持ちをやる気に変えられたところはある。なるほど。蓮くんが純子先輩に甘えてる分、私が蓮くんに甘えてもいいわけだ。我慢して抱えられたままよりはいいし、それでいいよ。じゃあお言葉に甘えて襲っちゃおうかな。ガオー。ひなは手を怪獣みたいにしてわざとらしくそんなことを言う。今のが強がりだってことくらいわかるからな。全然甘える気ないだろ。今のひなはその気もないのにというのがありありとわかる。うん、まあ確かにそういう感じで襲ったり襲われちゃったりしたいかというと、そんなにしたくはないんだけど。知ってる。絵に関することは絵に関すること。ひなにはそういう潔癖めいた部分があった。だよね。まあ、あやが帰ってこないうちにその辺でちょっと話しときたいこともあって。どんな話？聞くのが怖い反面、
ひながわざわざ言うのだから聞いておいた方がいい話かなとも思う。迷ってるならさ、あやのことを選んであげてくれないかな。ひなたは笑顔でそんなことを言う。昨日あんなことまでしてたのに、なんでひながそんなこと言うんだ。あやとれんくんが付き合っても私は二人のお姉ちゃんだし、そういうのも悪くないなって思ってるんだよね。れんくんに今までみたいには甘えられなくなるけど、まあ最近はやりすぎてるところあったし。本当にな。その辺はれんくんを逃がさないぞという罠みたいなものというか。でも相手がアヤならそれでいいし、そうすれば三人一緒にいられるままでしょ。時折見せる本物のお姉ちゃんみたいな優しい顔で笑うひな、そういうところがあるからなんだかんだで一番上がひなだというのは納得していた。けれど今日のはそれだけじゃ納得できなかった。だから強がってるのくらいはわかるんだよ。近づいてひなの手を取ると我慢の分だけ震えていた。俺がはっきりしていないからそんなこと言わせてるんだよな。悪い。だけどそこまで優しくしてくれなくてもいいよ。だいたいひなは俺にいつもわがまま言って甘えてばっかりだろ。俺だってどうなっても三人一緒でいるつもりなんだ。文句でもわがままでも何でも言ってくれよ。じゃあさ、ひなたが俺の手に自分の手を重ねてくる。後で私でもあやでもどっちを選んでもいいから、その前に今ここで抱いてほしいなって。ひな、そんな風に甘えたらレン君はどうするの。ひなたにここまで言わせて俺がいい加減はっきりする時が来たんだ。はい、さあこの3週間ほど、まあずっと考えてるわけではありませんが、ちゃんと考えて私はこちらのルートに進みます。行きますよひなた。最初に言っておくと、俺は別にひなとあやのどっちにしようかなんて迷ってたわけじゃないんだよ。ひなたの手を握り返すけれど、正直罰が悪い。俺が好きなのはずっとひなただよ。ずっととかそんな嘘だ。あくまで冗談を言うように、けれどひなは動揺を隠しきれていない。自分からうまく言えるタイミングがなかった。それに言うのが怖かった。ひなとあやは本当にすごいと思う。それはまあ、あやがすごいよね。あやがうっかり告っちゃうところがみたいな、あれがなかったら私も多分もうちょっとおとなしくしてたし。分かった上で強引に動くのはひなただけど、予想外のことを起こすのはあやっていうのは昔からあったことだ。だけどまあ、それでもレン君にあやだけ意識されて私だけがお姉ちゃんのままなのは嫌だなって思ってテンションで乗り切ったところはあった。知ってる。ひなは平気ですって顔しておきながら内心では大変なことになってたりするし。そうだけど、そうだけど、指同士を挟むような手のつなぎ方をしながら照れ隠しで逃げてくる。少し痛い。今までちゃんと返事できなくてごめん。冗談じゃないんだよね。冗談でこんなこと言えるか。その返事にひながうつむいて俺の手を何度か握る。あやに言いに行くとき一緒に来て。ちゃんと俺から話すよ。今まで通りかそれ以上にあやに優しくして。向こうが本気で嫌がらなければ優しくはする。あやとならちょっとくらい浮気してもいいからね。しません。そのちょっとがどこまでなのかも怖いから言わなくていいからな。あとあやと、あやの話ばっかりだけどひなはそういうのないのか。ひなはあやが心配でしょうがないのはわかる。俺だってひなと同じくらいあやのことは大事なんだ。
ちゃんとする。だけどひながあやのことを大事なくらいに俺もひなが大事なんだよ。ひなが目をそらして歯切れ悪くももごもごと話す。本当に私でいいの？俺はひながいい。なんでアヤじゃなくて私なの？前にひなが恋人にしたい方って言っただろ。そう思ったのはひなだったんだよ。ひなはさっきから耳まで真っ赤でうつむいたりして俺と目は合わせようとしない。そうやってごまかす。ごまかしてるつもりはないんだけど。信じられない。もっと俺に対してはちょろくて好きだよって言えばエッチできそうだったとか軽く言ってもらった方がまだ信じられる。照れ隠しにしても俺の扱いがひどいんじゃないか。あ、いやひなだって本気じゃないだろうけど。確かにひなとはエッチもしたいけどそんなつもりじゃないなんてとても言えない。そこまで俺は嘘つけない。じゃあしてよ。本当にするぞ。いいよ。というかしてくれないと信じてあげない。ひなは拗ねたようにそんなことを言う。わかった。昨日までの我慢とひなに対して湧き上がる感情もあって俺は止まりそうもない。ベッドに膝を乗せてひなを抱きしめようとすると真っ赤な顔で俺の方を見るとためらうように俺の体に手のひらを当ててくる。いつもの倍くらいで動いてるんじゃないかって速さで高鳴っている心臓の音がひなの手のひらに伝わっていく。心臓の音すごいね。私とエッチするの怖い？興奮と混ざっていた気持ちを言い当てられてやっぱりひなにはバレるかと諦めが湧いてくる。怖い。初めてだしうまくできるかわからないしひなに嫌われたりしないかとかわからなくて。嫌いにはならないだろうけどさ。俺の心臓の音を確かめるように手のひらを動かす。さっきよりも深くきちんと鼓動が伝わっている気がする。むしろ遠慮したりとか気を使われすぎる方が嫌だ。だから好きにしてほしいかなって。その言葉に我慢できなくなって、俺はひなにキスをした。バイバイかな。おかえり。どうしたのね。泊まってくるんじゃないの？あ、着替え取りに来たのか。はい、ただいま。いやいいものを見ました私は。はい。で、まあこっからですよね。どっちかというとまだここからですね。頑張りましょう。恐る恐る日向が部屋に戻るとあやめがスマホでバラエティ旅番組を見ながらカップのアイスを食べてのんびりしていた。ただいま。あ、なんで。いや、理由はわかるけどそんな怯えなくてもいいから。こっちに来いとあやめがいつも日向の座っているあたりにクッションを置く。日向はまだ恐る恐るといった様子でそのクッションの上に正座する。それを見たあやめがアイスのスプーンを手に持ったままひなたの首元の匂いを嗅ぐ。いや、なに、なんか匂いする。首元と生乾きの髪の毛先を隠すようにしてひなたが後ずさりそうする。うん、レン君と同じシャンプーの匂いがする。ひぃとひなたが小さく悲鳴を上げる。バレたという罪悪感めいた感情が一気に広がる。一応確認しておくけどちゃんとエッチしたんだよね。はい、しました。改めて照れとあやめに知られた後ろめたさと
抱かれたことで満たされた感じと幸福感と、再度追い目が湧き上がって感情が迷子になる。はあ、よかったよかった。ヘッチまでして、まさかレン君が責任取ってくれないなんてことないだろうし。この後万が一私にも手を出してきたりないかと続く言葉を、あやめはアイスと一緒に飲み込んだ。チョコ味うまし。実のところ普段買わない高いやつを買ったのは、あやめなりの区切りというかストレス解消なのだけれど、日向はそこまで気づいていなかった。ありがとうね。お姉、正解。ここでごめんとか言ったら、特組合の大喧嘩が始まるところだった。それでも不機嫌そうな顔をするあやめに、日向は体を小さくする。まあ、どっちが手を出したのか知らないけど、ちゃんとエッチしてきたので褒めてあげよう。二人っきりにした甲斐があったってことですよ。待って、どういうこと？帰るの遅くなったのって推薦の話があったからじゃなかったっけ？あったけど、さっさと帰って邪魔することもないかなって思って。ハン先輩のメイド服眺めて時間潰してから帰ってきたんだけど。そういえば普段は時間がずれて帰ったりするときにお互いに送るメッセージも今日はなかった。ちなみにあやめはケーキをかなり食べた。今日のカロリーは考えないことにしている。あやもレン君のこと、ちゃんと好きだよ。本気で頼まれたらエッチしてもいいし、結婚してもいいなって思ってたくらいは。日向に比べて態度が軽いあやめは、エンディングに差し掛かった動画を次の話にして続きを見る。二人で何度か見たお気に入りの旅バラエティの軽快なオープニングの音楽が部屋に響く。でもさ、しょうがないでしょ。レン君の方が昔っからお姉のこと好きだったんだし。それ初耳なんだけど、レン君にも聞いたけどそんなこと言ってなかったし。マジか。そこははっきりさせておくように、後できつく言わないと。ちょっと私たちにモテるからってなあなあで済ませようとして。私たちにモテるはすごい言葉だなとひなは思うが、口出し しづらい。そしてアイスを食べ終わった後も、スプーンをくわえたまま動画を見てるあやめと、それを見ている竹のひなた。そのひなたの方をあやめがちらりと見る。お姉、そうやって気まずそうにされてる方が気まずいんだけど、それとも喧嘩したいの？したいわけじゃないけど、あやが言いたいことがあるなら言ってほしいなって。言いたいことか。お姉とレン君がちゃんとくっついてくれたし、割と納得できてるから、そんな言うことないんだけど。伊達に生まれた時からの付き合いじゃない。あやめが全部本気で言ってるわけじゃないことくらいはわかる。むしろそれでかわいそうとか思われる方が腹立つ。そんなつもりじゃないよ。知ってる。今のは八つ当たり。あやめは日向の方をろくに見ず、動画を眺めながら、言いたいことかと考える。というか、そもそも私が告ったのもうっかりだったしな。これでよかったって思ってるのに、それ以上何を言えと。あれ、本当にうっかりだったんだ。そうだよ。いや、確かにその後は私ももしかしたらいけるんじゃないかと思って、お姉と一緒になってあんな感じだったけどさ。あとは自分で消化することだ。そもそも日向と蓮が付き合った方がいいというのは、あやめにとってブレていない。それに蓮が昔から日向を好きだったっていうのはずっと前から気づいてた。あ、そうだ、あったあった。私、レン君と今まで通りでいいんだよね。え？あ、うん。そうしてくれた方が私もレン君もいいなって思ってる。じゃ、そこはそういう感じで。あとは、また昨日の夜みたいに三人で一緒に寝たりとかも平気な感じ？私はいいけど。あやめからレンに対しての信頼や安心感は変わってない。あんなに快眠できる抱き枕として手放すのは惜しい。言ってて思ったけど、そういう時に横でエッチすんのやめてね。
しないよ。あ、これ自信ないやつだとあやめは察してしまうけれど、今はその言葉を信じることにした今度お姉のおごりでケーキ食べ放題。うん、行こっか。食堂のエビフライ。いいよいいよ絵を描く時の準備と片付けも、だいたいそれ元から私がやってるよね。ここぞとばかりにわがままを言おうと思うのだったんだけれど、思ったよりも出てこない。こういう時に今まで日向に甘えてたなと実感する。じゃあ今日は一人で寝たいから、お姉は蓮くんのところでお泊まりしてきて。うん、じゃあそうするね。一人でいたいというのも本当だけれど、あやめから追い出してくれて蓮のところにいる理由も用意してくれて。あや、ありがとね。はいはい。明日起こしに行かないし、学校来なかったら純子先輩たちにお姉は蓮くんとエッチして学校休んだって言うからね。朝の仕返しかそういえばそうだけど、本当にそうなるでしょ。何も言い返せず着替えを用意する日向だけれど。ねえあや、やっぱ追い出さないで、今日は一緒に寝よ。そんなことしたら初めてのエッチとかどうだったのかめっちゃ聞くけど聞きたくないし、蓮くん寂しいんじゃないの。セックスがどんなことだったのかに対する興味と、姉と幼馴染の初体験という身内感強すぎることと、かつ結果的に片思いの相手がどうだったのか、全部がごっちゃになって聞きたさ半分遠慮半分という具合だった。いや、彼氏より妹と一緒にいたい感じなんで。のろけは聞きたくないけれど聞きたい話はある。それにこういう時はだいたい日向の言う通りにした方が身のためだということというのも分かっている。しょうがないな。寂しがりのお姉のわがままを聞いてあげよう。蓮くんも今日は一人で寝かせてあげたいしね。そう言ってあやめは動画を止めて蓮にメッセージを送る。お姉は私と寝ます。寝る一人寂しい夜を過ごすといいこの言い回しなんか覚えがあるよね。姉が可愛い。過ごすといい。なんでお姉が乗ってきてるの。自分のスマホ片手にメッセージを送ってくる姉をあやめはじと目で見る。高度なじらしプレイ適当なノリだなというのは分かったけれど、私をプレイに巻き込まないで。それだけは徹底しておかないととあやめは強く誓うのだった。 To be continued。ついに恋人同士になった私と蓮くん、ヒューヒュー。今までと違う関係に戸惑う私たち。いや、蓮くんはともかく、お姉は全然そんなことはなかったような。次回アイキス、星は遠く手が届かない。大好きだよ。ダメだ、全然聞いてない。というわけで蓮くんとお付き合いをすることになりました。イエーイ。はい、というわけで一旦今回はここで区切りたいと思います。はい、まあ今回一パートでまとめてるか分かりませんが、はい、次回というかまあ今回からですよね日向ルートこれから進んでいきます。はい、まあ、どうして日向ルートにしたかっていうところですよ。今回はね、その選択肢を選ぶ理由とかはね、全く途中で口を挟みませんでしたが、まあちょっとだけ話すと、やっぱり考えて、俺だったらどっちだって思った時に惹かれていくというかさ、まあこう幼馴染ね、ちっちゃい頃からさ一緒にいた2人との関係とかもあるんですけど、まあやっぱね、なんか中心人物というかさ、こう引っ張ってくれる人ってさ、やっぱなんかこう子供ながらに惹かれる部分ってありますよね。だから多分俺はそういうところで
が多分ね大きかったんかなって思ってます、自分でも。まああんまり分かってないんだよ自分でも、そのどうして日向でも、まあそうですね、なんかこうまあどうしてもそれ、そう、その中でもちょっとお姉さん感に俺は惹かれてしまったのかなと思います。まあだから今回の、ルートでは日向ルート、ここから楽しんでいきたいなと思っております。いやでもあれですね、あの先輩ルートの時と違いまして、あの姉妹ルートの分岐の直後にいきなりまあそのね、あの告白というかもうエッチなシーンが挟まっちゃったので、どうなんですかね、まあさすがにこのパーあのこのショーで終わらないよねわかんねえんだよな、それが終わるのかこれで、ちょっと不安ですが、まだ終わらないと思いながらやっていきたいと思います。長さがねちょっと分かりませんが、いやー、まあ、こっから、日向と一体どういう話になっていくのか、いやー、そして蓮くんがどうなっていくのかいやー楽しみですね。はい、じゃあ一旦ここで、今日のところは締めさせていただきます。今回も、ご視聴ありがとうございました。ここからはお腹がキリキリしないな、したかったらいいなと思いながら次回以降も楽しんでまいります。てなわけで、まあ、コメント高評価チャンネル登録等々いろいろしていただけると嬉しいです。てなわけでバイバイ。